僕は彼女を求めてこの世界に生まれた。新しい世界での暮らしや得られるはずだったあらゆるものを犠牲にして、少女はどこからか集めてきたガラクタで僕の体を作ってくれた。記憶はよどんでいた。努力しなければ思い出せない。これまでどこにいたのか、どこへ行こうとしていたのか。よくできたね。少女と話すことはできなかった。でもそれは僕の求めていたこの世界でたった一つのぬくもりだ。ガラクタの体だから温かさは感じられないけれど。透き通る夢を見ていた。柔らかい風のようなかすかな声が、高い空から僕を呼んでいる。このまま飛び立てばどこにだって行ける。重ねた前かよ。客じゃなくて悪かったな。毎度毎度紛らわしいんだよお前は。今度は客じゃないって分かるように四つん這いで入ってこい。古川はあれからどうした？せっかく来てもらって悪いが眠ってる。そっとしておいてやってくれ。言っとくが、上事でお前の名前なんて言ってないからな。うぬぼれるなよ。んなこと聞いてないんだけど。言うとしたらこうだ。ああ、お父さん大好き。超かっこいいです。美人のお母さんと超お似合いです。寒いことやらせんな。勝手にやったんだろう。岡崎さん、渚のお見舞いに来てくださったんですか？はあ、寝込んでるって聞いたけど。いいえ、ほんの微熱なんです。ただ渚はもともと少し体が弱いんです。去年も長いこと学校を休んでしまって、だから念のために今日は寝ているようにってお医者様が。そうですか。何にせよお前が運んでくれたおかげで大事にならずに済んだ。ありがとうよ。いや、悪いの俺だから。サナエのパンダ持ってけ。え？いいから持ってけ。感謝の印だ。あ、別に俺そんなつもりで来たんじゃ。遠慮すんな。どうせ今日も俺の頃に決まってるんだし。あ、私のパンは、私のパンは、古川パンのお荷物だったんですね。俺は大好きだ。まあ、あの調子なら本当に心配ないんだろう。すみません、お店の方は今、外に出てっちまったけど、よかったら、これいいんですか？ああ、俺もタダでもらったやつだから。いただいていきます。ご主人と早苗さんにお礼を言っておいてください。綺麗な人だな。
体が弱いくせに、バカなやつ。君、君、そこの君、ちょっと見てくれこの傷。工事の道具が落っこちてきてこうなったんだ。君、証人になってくれないか。証人？無関係な人を巻き込むのは感心しないな。証人がいなきゃ、あんたこのまま逃げちまうだろ。何度も言うが、俺は工具など落としていない。たとえ落としたとしてもごまかしたりはしない。信用できるか。修理代を払えというなら払ってもいい。認めるんだな。いや、いつか振り返って考えてみてほしい。あの時の電気工の言葉が偽りだったのかどうか、あなたの心安らげる場所、そう、あなたが愛する人のそばで。この人何言ってるの。いや、俺に聞かれても。人の日常とは傷つけ合いの繰り返しだ。他人を疑うことも無理はないけど、何もかも信じられなくなったら、それは他人の愛を感じられなくなることと同じだ。あんたは一人きりで辛い思いをしてはいないか。卑屈に生きていないか。素直に笑えてるか。多分そうか。なら、あんたは多分愛されているな。その愛が消えてしまわないよう強く生き続けてくれ。なんて臭いセリフを堂々と言ってのける人なんだ。あのさ、猫じゃない。猫？この角度から見ると、ほら、ほんと、塀から猫が飛び降りて、それでへこんだんだよ、きっと。ありがとう、おかげで助かった。いや、気づいたことを言っただけだから。そのうちちゃんと礼をしたい。暇な時にでも連絡してくれ。そいつどんなこと言ってた。一人きりで生きていないかとか、素直に笑えているかとか、あといろいろ。伝説の MC だ。ってことは本物の吉野雄介か。知ってるのか。知ってるも何も、引退したカリスマミュージシャンだよ。 CD とか出してかなり売れてたんだぞ。マジか。消息不明になってたんだけど、こんな近所にいたとはね。妹が作ってくれたベスト版がある、聞いてみな。ちょっと待て、お前妹いるの。いるよ、言ってなかったっけ。角原の妹か。きっとこんな顔したやつだぜ。吉野雄介か。岡崎聞いてるのかよ。岡崎。ああ、なんだ。坂上智代のことだよ。思ったんだけどさ、あいつ本当は男なんじゃない。え、女が男より強いなんてありえない。女装して周りの目をごまかしてるんだよ。本気で言ってるのか。明日証明してやる、あいつが男だってことをね。この時角原はまだ気づいていなかった。自分が変態への道を歩き出していることに。丸聞こえなんすけど。今度は何だ。今日は喧嘩売りに来たんじゃないんだよ。ちょっと話がしたくてさ。とにかく聞いてやってくれ。今朝はさ、寝坊してさ、参っちゃったよ。へへ。キャラが変わってないか、お前。それでさ、ヒゲを剃ろうと思ったらさ、ヒゲ剃りが刃こぼれしてて、イテテテーってなっちゃったよ。そうか。で、悪いんだけどさ、お前のヒゲ剃り貸してくんない。どうして私が貸さねばならない。やったー、引っかかってる。お前も聞いたよな。聞いたけど。何の騒ぎだ。今どうして貸さねばならないって言ったろ。つまりお前はヒゲ剃りを持ってるってことだ。っていうことは。持ってるわけないだろう。どうしてと言ったのは、私がお前に自分の所有物を貸してやる義理がどこにあるんだという意味だ。そもそも女性にそんなことを聞くのは失礼だろ。わぁ、死ぬわ。じゃあな。
よかったです。勇気を出して頑張って手振って。許してもらえないかと思ってました。私、岡崎さん傷つけてしまいましたから。こっちこそ悪かったな、本当。すみません、安心したら。本当バカですよね。お前バカかもしれないけどさ、それでいいと思う。そうでしょうか。俺もそうだからな。同じ場所にいる世渡りがうまかったり巧妙に駆け引きする奴らから遠い場所だ。しんどいこともあるだろうけど、一人で泣いてるぐらいだったら俺を呼べよ。え？あ、いや、どうせ暇だからな。お前と関わってると退屈しないで済みそうだし。わかりました。泣きそうになったら呼びます。何してんだお前。ナイフを探して。ナイフ？ああ、これか。返してください。手の怪我は？もう痛くないです、治りました。握手。はい。痛いだろう。痛くないです、とっても痛そうです。ハイタッチ。ドリブル。またそこからか。シュート入りました。イエーイ。痛いだろう。痛くないです、やっぱり痛そうです。じゃあボクサーとトレーナー。お前トレーナーね。こう構えて、そこに俺がこう思いっきりパンチ打ち込むから。お前はワンツーワンツーって言うんだ。いいか。はい。行くぞ。ジャブジャブストレート。ワンツー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 。いつまでやってんだ。もう余礼だ。行こうぜ。はい。これあげます。何これって、おい。星。だよな。角原、角原生きてるか。放課後だぞ。うん、あ、授業終わったの？ああ、100年ほど前にな。100年？お前死んでるじゃん。そう、立体映像なんだよ。マジかよ。お前は巴に蹴られてから100年眠り続けてたんだ。ここは100年後の世界なんだよ。ちょっと待て、それじゃあ世界はどうなってるんだ。滅びた。マジかよ。父さん、母さん、最後までバカやっててごめんよ。僕一人でも強く生きていくよ。いいからさっさと起きろよ。ボワカン、立体映像に蹴られた。てめえ本物じゃん。実はサイボーグなんだ。え、じゃあ世界が滅びたっていうのは本当？マジかよ。父さん、母さん、バカやってごめんよ。僕、岡崎サイボーグと力を合わせて生きていくよ。お前もよく乗るな。今の嘘だったの？信じてたのか？寝ぼけてるんだから信じるよ。おい、聞いてるのか岡崎。何か探し物？ブヒブヒブヒ。かわいすぎる。ああ、犬や猫にはない魅力があるな。で、これ何？さあ、ブイブイ。なんだよ、逃げるなよ。嫌がってる。こら！どっ！あ、うわ、うわ。角原、トモエの蹴りとどっちが効いた？他に聞くことあるだろう。今、靴の底と一緒に薄い水色のが見えたような。忘れろ。たく、うちの子に何する気よ。それお前のペットか？そう、ウリンコよ。イノシシの子供、ウリボーとも言うけど。お前のことを迎えに来たのか？多分ね。名前はボタン、
めっちゃプリチーでしょ。めっちゃうまそうな名前だ。うん、なんて。なんでもないです。ほらボタン、挨拶しなさい。これからもよろしくって。ぷいぷい。説明会の練習。ああ、お前そういうの器用にこなせるタイプじゃないだろう。スピーチとか演説のハウツー本探そうと思ってな。ここにあるでしょうか。あ、いらっしゃいませ。今日はどうかされましたか。それとも何かお出ししましょうか。じゃあホットコーヒー。お、岡崎さん。すぐに入れますね。座ってらしてください。どうぞ。ありがとうございます。うまい。よかったです。宮沢ゆきねと言います。岡崎智也さんと古川渚さんですか。ここにいらっしゃるのは初めてですよね。はい、はじめまして。ここあんたが管理してるの。自分ではそのつもりです。この場所が好きなんです。ここって昔は図書室でしたよね。今でもそうですよ。あまり読まれない本はここに集められているんです。第二の図書室といったところですね。古いビデオテープやレコードなんかもありますよ。よかった、いつの間にか喫茶店になってたかと思ったよ。時々いろんなお客さんがいらっしゃいますから。ふん。どうかなさいました。いや、この学校結構ユニークなやつ多かったんだなって思って。ん？いや、この街はかな。とりあえず俺を見学者だと思って喋ってみてくれ。落ち着いて発声ははっきりとな。あ、はい。3年 B 組の古川渚です。今日はお集まりいただいてありがとうございます。頑張れ。その次は。あ、私が演劇部を復活させようと思ったのはですね、お前よくそんなんで演劇やる気になったな。そもそも演劇の経験はあるのか。いえ、完全に素人です。詳しいことは何一つ知らないです。部長、爆弾発言。質問、どんな演劇をやるんですか。どんな演劇ですか。あ、いろいろあるだろう。ミュージカルとか児童劇とか、リアルな現代劇とかシュールなのとか。そうなんですか。帰る。待ってください。それじゃ質問に答えろよ。やりたい話があるって言ってたろう。どんな劇だ。それはそれは楽しい劇です。むちゃくちゃアバウトだな。笑える劇なのか。いえ、決してただ笑うだけという意味では。じゃあ泣ける要素もあるのか。泣けると言いますか、泣けないと言いますか。笑えるのか泣けるのかどっちなんだ。中間くらいです。まあいいよ、一応答えようとはしてたからな。次の質問お願いします。あのチラシの絵は何なんですか。団子大家族です。即答。日本人なら誰でも知っている国民的人気キャラクターの団子大家族です。100人家族なんてとても楽しそうで羨ましいです。遊園地に家族で遊びに行ったら大変なことになると思います。でも団子ストップ。いきなり饒舌に話し始めるな。テンションに差がありすぎて引くだろうが。すみません。あ、いや、テンション高いのは悪くない。まあ、ただ、団子大家族の説明の方に熱が入るのはどうかと思うぞ。確かにそうです。それでは団子大家族の説明会になってしまいます。前途多難だな。自分でもそう思います。そもそもお前、どうして演劇をやりたいんだ。経験ゼロなんだろ。好きだからです。どんなところが。楽しいと思いました。みんなで演技するのって。私小さい頃から学芸会とかそういうのを病気で欠席しちゃって、学校も休みがちだったから練習にも参加できなくて、だからみんなでお芝居するのにとても憧れてたんです。高校では絶対演劇部に入ろうと思ってました。3年間演劇頑張ろうって。でも結局高校でもあんまり学校に来れなくて、3年生になってからはずっと休んじゃって。
ったけど、それでもやってみたいんです。私何も知らないし、拙かったり下手だったりするかもしれませんけど、それでもできるところまでやってみたい。力を合わせてみんなで一つのことを頑張る、それは素晴らしいことだと思うんです。私そういうのが。ただ好きなんです。それでいいんじゃないか。はい、今の説明会でも話せばいいと思う。なんていうか、お前の言いたいことがちゃんと言えてた気がする。本当ですか？俺は思ったことはズバリ言う方だ。ですよね、たまにぐさりときます。だから信じろ、自分の言葉を。はい、頑張れ古川渚。はい。説明会、人が集まってくれるでしょうか？蓋を開けてみないとわからないな。でもあれだけチラシを貼ったんだし、興味あるやつが 2,3 人でも来れば。ここチラシ貼ったよな。はい、確か。そこに貼ってあったチラシならさっき生徒会の人が剥がしてましたよ。剥がしたってどうしてですか？許可を取らなかったからじゃないでしょうか。あれ、古川さんたちが貼ったんですか？それじゃあ他の場所に貼ったやつも全部。3年 B 組、古川渚さん、直ちに生徒会室まで来てください。繰り返します。3年 B 組、古川渚さん、古川、直ちに生徒会室まで来てください。タンゴ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 大家族、やんちゃな焼きたんこ、優しいあんたんこ、みんなみんな合わせて百人家族、赤ちゃん近いよ。だからさ、アドバイスしてくれよ。友よに好かれる話し方をさ。ふん。オッケー、任しといて。制服も似合うよな。つまり今回は本当に違うんだ。うん、そもそも。はあ？いやいや。ホーム。